プロ9年目アビスパ福岡村上正明。彼を生んだルーツとは。去年12月村上はオフを利用して母校へ向かった。こんな形で帰ると思ってなかったです。ここにうわ懐かしいな。いつもここを通って3年間練習してましたね。村上の母校は滋賀県立草津東高等学校。サッカー部は選手権で準優勝にも輝いたことがある県内屈指の名門校。卒業からおよそ12年、 J リーガーとなって帰ってきた。こうグラウンド来たらやっぱ帰ってきたなっていう気持ちになりますよね。プロになってこういう形で草津東に帰ってこれるのも高校時代ご指導いただいた先生の皆さんのおかげなんで、僕は恩返しっていうのは母校に戻ってくることだと思うので、そういったところを作ってくれた先生たちには本当に感謝の気持ちいっぱいです。緊張しますわ。プロになってから後輩たちへ初の指導。いつも教えてもらう側ですけど、僕が経験したこととか僕しかできないことを伝えて、今いる子どもたちの未来につながっていけるようないい機会にしたいなとは思います。今日は短い時間ですけど、皆さんと共に一緒にプレーして週末のゲームしっかり勝てるように僕もサポートしていきたいと思うので、よろしくお願いします。しっかり止まれよ。はい、ゴロの時にちょっとこう取ってる時に重心後ろになったりとかしてるのがあったから、一個後ろになっちゃったらステップがもう一個踏めへんくなるから、できるだけ前に体を倒すように。はい、どうかな、一回見てみよう、後ろ、そっちか、グーナイス。こう普段のアップとかでも何気ないアップかもしれないけど、自分の中でじゃあこれをクロスステップでやってみたらどうだろうとか、すごい考えていくだけですごい自分の持ってる力が分かってくるし。熱心に指導する村上の姿を見守る一人の男性、高校時代のゴールキーパーコーチ松村さん。指導しているのは初めてです。とにかく一生懸命な子でしたね。あの真面目にトレーニングに励む子で、非常に教えがいのある子はだったかなっていうふうに思います。 J のデビュー戦でそれを見に行ったんだ。彼のジャンプがかかった時にはちょっとうるっとしましたね。あ、どうする、グー、行けねえたらしっかり行ってみようで、行けなかった時絶対あるから、判断ミスじゃなく止めれば判断ミスじゃないから、どうにかして失点にしないようにカバーはできるから、枠入るまでやり続けて。村上の指導を受けた選手たちは、普段考えないこととかも教えてもらって、自分が気づいてないことも言ってくださって力になりました。僕自身こう皆さんのプレーを見て思ったのは、ここで戦っている以上、このエンブレムつけて戦っている以上、その誇りを持って戦ってほしいと思うし、それをピッチで表現するための練習を常にしてほしいと僕は願ってます。母校ですか、サッカーの実家みたいな感じですかね。悩んだりしたら行ったら、こう昔の仲間であったり先生と会えて、離れた地にいても応援してくれますし連絡くれる、そんな何かあったら帰ろうかなと思えるような場所ですよね。